感染予防のためにできること、ストップ新型コロナウイルス。横浜 SC の、三浦和義です。横浜 SC では新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐためにさまざまな予防を行っています。これから横浜 SC の選手たちが紹介する予防法をぜひ実践してみてください。頻繁に手を洗う、外から帰った時や食事の前などに石鹸で手を洗いましょう。時間をかけてしっかり洗おう。それでは実際に手を洗ってみたいと思います。まず手を水で濡らします。手のひらに石鹸をつけ、石鹸を泡立てながら手のひらをよくこすり合わせます。次に手の甲をこすり洗います。指先や爪の間を洗います。指の間を洗います。親指と手のひらをねじり洗います。最後に手首をよく洗って水で石鹸を流します。水できれいに流してしっかり水気を拭き取ります。ウイルスを予防するために手洗いだけでなくアルコール消毒もしていくよ。特に指先を念入りに消毒しましょう。咳のしぶきを飛ばさない。マスクを正しく着用しよう。マスクを鼻の形に合わせて隙間をなくします。鼻当てをしっかり押さえ、マスクを下まで伸ばし顔にフィットさせましょう。マスクを捨てるときは表面を触らないで紐を持って捨てましょう。使い終わったマスクはビニール袋に入れ口を閉じて捨てます。マスクがないときはティッシュやハンカチなどで鼻と口を覆うようにしましょう。とっさのときは袖や上着の内側で鼻や口を覆うようにしましょう。バランスよく食べる。バランスの良い食事を心がけて食べています。バランスよく食べることで、体も強くなるし免疫力も高められる。食事はとても大切です。うまっ。よく寝ること。僕は睡眠をたくさんとることで体力を回復させているよ。特に試合の前日はたくさん寝ているよ。元気な体でウイルスに負けない体を作っているんだ。それではおやすみなさい。運動をする。僕は室内でもいろいろな運動をしているよ。室内でもできるトレーニングもあるよ。目、鼻、口は触らない。ウイルスは目、鼻、口から侵入しやすいから気をつけましょう。風邪気味なら休む。僕は毎日検温をしているよ。熱がある時や少しでも体調が優れない時は休むのが一番大事。また元気になったらサッカーやスポーツを楽しもう。基本的な予防対策は全部で3つ。新型コロナウイルス感染症には基本的な感染予防対策が有効だよ。こまめの手洗い、咳が出る人はマスクをつけるなどの咳エチケット、よく眠り、バランスよく食べて規則正しい生活をする。感染予防のためにできること、ストップ新型コロナウイルス。